Wii で遊ぶセレクション。ピクミンの力を借りて不時着した惑星から無事に帰還した主人公オリマーが、今度は仲間のルーイを連れてお宝探しの冒険。ウィーで遊ぶピクミン2。今度のピクミンは全部で5種類。赤ピクミンは火に強く攻撃力抜群。青ピクミンは水の中でも溺れません。黄ピクミンは高く飛び電気もへっちゃら。そして新しいピクミンが登場。紫ピクミンは体が重くて力持ち。白ピクミンは足が速く体の中には毒を持っています。ポイントした先に投げればピクミンは何をすればいいかを自分で判断して行動。みんなで力を合わせればこんなことも。壁を壊したり橋を架けたり原生生物と戦ったり、ピクミンたちの力を借りて星のあちこちに隠されたお宝を集めていきます。また本作は2人の主人公を別々に行動させることでより戦略的なプレーが可能になりました。本編とは別に対戦と協力、2つのゲームを2人で楽しむことも。赤ピクミンは火に強い、青ピクミンは溺れない、黄ピクミンは高く飛ぶ、紫ピクミン力持ち、白ピクミンには毒がある。個性がいろいろピクミンズ。Wii で遊ぶピクミン2。